私のことを覚えている人がまだいたなんて。そうよ、私は老八がゆ、まだまだ現役よ。恩師様の顔を見られて毎日心が満たされてます。少し寒いけど平気です。だって何千年もこうして生きてきましたから。悪鬼羅刹、退け。これでもっと有名になれるでしょうか。ごめんなさい、ちょっと無理しすぎたかも。私は大丈夫です。もう少し待っていてください。これからは新しい私を見せてあげる。戻れない。恩師様、食事の支度が整いましたよ。おかずのお供に老八がゆはいかがですか。美味しいですよ。一人ぼっちが長くてもう慣れちゃった。まだ帰ってきてないか。じゃあこの隙に祭祀の道具を用意しておこうかしら。あれ、新しい髪飾り気づいてくれたんですか。その似合いますか。見た目だけで人気かどうかを判断するのは間違ってると思います。あ、これ帽子じゃないですよ。私は長い間人々に忘れ去られていたけど、今は少しも悲しくありません。だってこうしてあなたが私を愛してくれるから、この一瞬を何よりも大事に思います。いつまでもおそばにいさせてください。今日もお隣さんに怨霊退治のお手伝いに呼ばれたんですけど、そこでね、すっごく面白いことがあったんですよ。家事のお手伝いをしてくれるんですか。よかった、一人で手が回らなかったところなんですよ。そんなに心配しないで、大事な人の言葉が一番だってちゃんと分かってます。そうでしょ。